こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。え今日は商品ページ、ねえー、出品されてて、ランキングがついてるカタログ、まあ、こちらに相乗りをするのは基本なんですけど、まあ、eBay でね、えー、調べて、ランキングはないけど、まあ、売れてると、ねえー。でアマ、Amazon にはランキングない。eBay では制約があるというような商品もあります。まあ、その場合、Amazon のカタログに、まあ、出品するわけなんですけど、まあ、ただね、 え、出来の悪いカタログだと、カタログのせいで売れてないということもある。あるいはね、カタログ悪いんで検索対象になってないということもあります。そんなわけで、相乗りするカタログは、しっかりとチェックして出品してください。まず、メイン画像。これ、画像にカーソルを当てて、こう、右にね、拡大図が出てくると。この場合は、ちゃんと基準に合致した画像なんで、大丈夫です。でね、これがもし、 拡大しない、そのままのちっちゃい画面だけという場合には、これ、基準の画像じゃないんでね、えー、画像が悪いと、もう、ほぼ売れないです。ねえー、あるいは、えー、勘違いして買われちゃって困ることもあるんで、もうこのメイン画像はね、必ずチェックしてください。あと、カタログの中でね、えー、次に重要なのは、商品タイトル、ね。これも必ずチェックしてください。で商品タイトルがね、 えー、商品名、モデル名、型番、色、まあ、購入に必要な情報が漏れなく載ってるかチェック。で、で漏れがある場合は出品をパスすると。で、これ、えー、最近ね、もう本当にやっつけで、えー、作ったカタログで、例えばこれだったらね、ブラウンオーラル B ですけど、ブラウンとしか書いてないとかね、あるいはね、えー、ジェニアス9000と、型番しか書いてないとか。 えー、そういう、えー、やっつけすぎるだろう、これっていうカタログ結構あります。まあ、これね、特にね、衛診で検索したカタログは要注意です。まあ、これ、日本や US アマゾンとの価格差をツールで見つけて、まあ、しかもね、価格差がある商品を、まあえー、自動で出品すると、カタログも作るというようなツールもあります。 それを使って大量出品してる人がね、えー、もうかなりやっつけなカタログを作ってるんで、そんなカタログに乗っかっちゃったらね、売れないです。で、衛診で検索してね、えー、出てきたカタログダメだったら、まあ、えー、ジャンコードでも検索すると。まあ、アマゾンの建前的にはね、1商品1カタログなんですけど、実際問題、同じ商品で何個もカタログがある商品がいくらでもあります。 だからね、衛 c のカタログをやっつけすぎて全然ダメだけど、ジャンコードで検索したカタログはまともだったとかね、えー、ジャンコードって衛震は同じカタログだったけど、えー、商品名で検索したら別なカタログ出てきてちゃんとしてたということもあるんでね、えー、この衛 c ジャンコード、商品名、これらで、えー、3つで検索した方がいいです。1個の商品ね、えー、オーストラリアとイベン見て、 でさらにね、検索を3個もすんの3回もするのかよという感じなんですけど、まあ、逆にここで手間かけてね、まあ、商品をいろいろ見ると、売れるカタロかどうかチェックすれば、売れる確率は高くなるわけですので、この作業はね、もうあのめんどくさがらずやるべきです。で商品名はね、eBay。 の方で、えー、なければ ebay.com の方でなければってか e b a y でね、えー、出てきた英語とオーストラリアで使っている単語違う場合もあるんでまあ、ebay.com と ebay.com.au 両方を見ると。ね、で日本語から Google 翻訳を使って入れたのでちょうどね具合のいい、いいカタログが出てくればいいですけど、まあ、カタログがあるけどね出てこない場合も多々あるんで衛、えー、ねジャンコード、えー google 翻訳、それから ebay.com と ebay.com.au というね、チェックをしてください。で逆にこのこん,なこんなにね、検索するのめんどくさいなと思うようなね、愛着湧かない商品は扱わない方がいいです。まあ、らかのね、商品は、えー、すごいね、金儲けするのが好きって人がね、商品を細かく調べてるとか、 この分野、このジャンルの商品詳しいって人がね、大抵いますんで、まあ、調べるのはめんどくさい、商品の違いもよくわかんないという人が出品してもね、まあ、えー、1回2回売れたとしても、その後、えー、ちゃんと商品わかってる人にね、相乗りされたら負けます。だからね、えー、もう、面倒な作業、この商品いちいちこんな見るの面倒だというのは逆にね、えー、すっぱりパスしちゃうっていうのも一つの手です。 でメ,インメイン画像とタイトルの変更はできない場合が多いと。ねこれ勝手に変わっちゃうことがたまにありますけど、えー、システムがね、アマゾンのシステムが変えている場合が多いです。で逆に言うと、それ以外だと変更できないと。変更しようと思ってもね、証拠を出せとか何なんらかんだで、かなり大変だったり、えー、できないという場合が多いです。でそん,なそんなね面倒な変更手続きとかしてるぐらいだったら、カタログつくとかよっぽど面倒じゃないんで、えー、もう メイ,メイン画像とタイトルの、えー、悪いカタログには出品しないというふうに、ねえー、決めてやった方がいいです。ちなみに、このね、えー、メイン画像以外だとこの、えー、重要な情報、重要な情報は、えー、変更させないというような方針なんでね、えー、変,変更すごい大変です。商品、タイトル、それからね、えー、名前、ブランドブランド名ね。ね これはもう変更できないと。あと画像も、メイン画像は変更できないと。メインが1枚しかなくて、あるいは写真が2、3枚しかなくてね、追加で写真を何枚か載せるのは同じ商品だと、画像で確認できればすんなりアップされることもあります。ただ、メイン画像はやっぱ変えらんないと。でメイン画像の要件は、白背景で商品が85%以上を占めると。 余計な商品文字に人物が映ってないで最低1000ピクセル ×500 ピクセル以上で最大が1万ピクセル以上以下という基準にちゃんと合っていないと面、えー、画像にならないですで基準に合っていてもすでに面画像にアップされているも画像があった場合には、えー、簡単には変わらないと思ってくださいでね何、えー、か変えようとするとこういうね、えー プロダクトハズデータ、コントリビューション、フローマルチセラーズというのが出てくることがあります。これね、えー、何人もの人が出品してるんで、カタログ作った人が編集できるわけではないと。逆にカタログ作ってない人も編集できることもあります。というようなことが書いてあります。で、この辺のね、プロダクトディスクリプション、この辺は追加可能です。 ただね、もう画像とタイトル悪かったら、ここに何追加してもね、あんまり意味ないです。えー、もう画像とタイトルが分かりにくかったら、まあ、ここ、うん、しょうがないねと。こうやってもしょうがないねという感じですね。まあ、あえて言えばサイズがある商品なんかは、えー、ここにサイズを入れれば、えー、サイズどうなのかなと気にした人が見るという感じですね。その他ね、ね、えー、このキーワードとかね、 細かい情報とか入れられますけど、これ、売れて報酬するときに、ね、追加すれば十分とね。ね、えー、まあ、それ以外は、えー、全部ここまでね、埋めて出品とかやってたらね、めんどくさくてしょうがないんで、まず出して、売れたら追加と。まあ そうですねしばらく売れたかったら値下げ前に、まあ、ここを、ねえー、充実させるっていうのも一つの手ですけど、まあ、ただ、ここをね、えー、ちゃんとアマゾンの現在のオーストラリアマゾンのシステムが拾って、えー、反映させてるのか、ね、でここを全部埋めることによって、えー、売れ行きが上がるパーセンテージがどれぐらいあるのか、まあ、能力に合うだけあるかどうか微妙なんでね1個目の商品とかこの辺は追加等は、えー、あまりおすすめしないです。 その形で、カタログについてね、まあ、の売れないカタログに納品しちゃったら、売れないんで、せっかく売れる商品も売れないんでね、売れるカタログを見つけて納品する。あるいはね、商品が売れる自信があれば、もうカタログは手間かけて作るというようなね、形がいいです。結構ね、やっつけなカタログがあまりにも多いんで、これはまずい傾向だなと思うんですけど、まあ、現実問題ね、あるジャンルによってはやっつけカタログばっかりというようなのもありました。 そんだけで、アイノリする際は、カタログはしっかりチェックして出品してください。また、カタログのチェックポイント等でね、わかんないことがあればご質問ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。